おはようございます。宅配ボックス3日目ですね。見てくださいこれ、立派っすね。っていうかでかいっすね。想像してたよりでかい。そしてですね、あちら足の部分、宅配ボックスの足の部分ですね。これしっかり固まってますね。あとはこれを引っこ抜くことは無理だから、サンダーでこっちカッティングしないといけないですね。で、そして今日は空いてる部分ですね。ここ開ける部分と、まあ、後ろの部分ね、そちらの方をやっていこうと思います。おいいね、きれいに斜め。でこの板をここに貼り付ける感じですね。はい、こちら4本カットして、あぴったり合うのか。いいね。でこっちもいい感じで、これも斜めにカットして合わせたら終了です。はい、こちら鉄板ね、今売ってますね。ビスでまずは穴を。でこちらのシャフトですね、シャフトでこれ打ってきます。これですね、これでパコンパコンパコンって打っていくんだろうな。5面打ち終わって残りはここだけですね。これですね、先ほど打った反対側、こうなってました。でこちらが扉になります。こんだけ大きい宅配ボックスができたらもう何でも入るっすねこれ。はい、そしてこちらですね、ここが下の部分ですね。で今鉄板置いてますこれ。でこれはこの足の上に来る感じですね。このここだけの足だけじゃ安定しないんで、鉄板がここに来て、であのボックスが上に来るって感じですね。今から鉄板をこう打ち込んでいきます。はい、先ほどの皿の部分ですね、こちらの鉄板の横にさらに鉄筋を入れてますね。これ入れてる理由としては、これ単発だとここね、ほら真ん中がへこむんですよ。ここにも何もないからね。なのでこういうふうに安定するように入れてますね。はい、こちら通し火がこれで抜くぞって言ってますね、バールで。さあどうなんでしょうかね。さあ上がるのか。あ、サンダーで切ろうって言ってますね。こんだけがっつり刻まったらね、サンダーで切った方がいいね。サンダーで切っていきます。あ、こんなに来た、高いですね。上まで。さあ、どこだ。剥がれそう、剥がれそう。うわ来たぜ、これすごい。すごい、すごい立派。綺麗に円柱皿になる部分乗せました。で今郵便局の人来たんですよ、たまたま。宅配ボックス見せたんですよ。あれこちらね、でかいっすねって言ってました。僕たちも思ってるんですよ、あれでかいっすねって。確かにでかく作りすぎたっすね。その代わり何でも入りますからね。完成した際にはもう多分すごい便利になると思うから。ここがあれなんですよ、足の方、足の部分なんですよ、コンクリート。で、ここの4隅に穴を開けて止めていくという感じですね。開いた！鉄板に穴開いた。5箇所っすね。で、今セメントの方に合わせるともうぴったしっすね。いい感じ。いい感じに5点穴開けてます。さあ、そして穴の方からコンクリートビスですね。コンクリート切りかな。でコンクリートを刺していくのか。さあ刺さるのかい。おすごい。お、1本で動かないよって。で確かに歯医者は本当にね、荷物が多いです。マジで多いよね。毎日届きましたね。1日何回来るのってくらい、アマゾンに来る。そうそうそう。で、その段ボール置きがあるんですよ。その段ボール置きがこちらです。段ボール置きがこれなんですけど、
これ見てください、この数なんですよ。こんだけ広い段ボールに対してで畳まれてますからね、こうやって畳んでこんだけの量の段ボールが出てますね。はい、こちらのボックスを、あそこにはめてみます。意外と重いからね。さあ、果たしてもうちょい右、あ、はまったっぽい。来た来ました。でかいっすね。ちょっとでかすぎたっすね、これ。これなんすか。宅配ボックス。ああ、はい、あれからね、全面やりましたね。で、こっちが一番下に来て、で、今もう6面埋めました。すごい、もう真近くの箱ができました。すごいね。で、あとはどういう風に扉を作るか今考え中ですね。さあ、早速扉を開けていきます。はい、こちらパッキング終えました。で、全部は切ってないです。この部分片面でですね。で、超使い、これを上と下にやるんでしょうね。うわ、いった。お、がっちり、もう2本で十分なレベルで、がっちり上と下打ちました。でですね、ここマジックでやってるところ全部切ってない理由が分かったっすね。切った状態で長板やると誰かこう支えないといけないってのとずれちゃうから、こう全部切らずに今の状態でこう止めてますね。で、その後切っていく。で、こちらが取っ手の部分ですね。今日も、こちら宅配ボックスの続きですね、やっていこうと思います。今日はですね、前回こっち来たんですけど、来たのまではいいと、これだけじゃあかんぞってことで、この枠作ってあげないと大変なことになるって言ってたんですよ。だからどういうことかっていうと、これ今ここで押さえてるんですけど、これ取るじゃないですか。これちょっと締めます。締めることによってですよ、こうなっちゃうんですよ。あら、あら、やだと、危ないよっていうことでパタパタして、ここの枠に開いたっていって薄い金具ですね、これをこんな感じでつけると、することによって締める、締めてもこっちが当たって後ろまでいかないと、これをできる方向全部にやろうと思います。その作業ですね、今日は。じゃあやっていきます。先で穴開けて、この上からリベットですね。硬そうだな。うわ。何のか。おお、嘘、嘘。本当ですか。あ、これね。4箇所全部止めました。で、これでこのドアが奥に落ちることはないですね。よし、もう大丈夫だね。いいね。さあ、これもまたビスっていって止めていきます。はい、じゃあもう全部ビスもね、ビスからこのリベットに全部変えました。こっちに今から設置します。なったね。いい感じ。はい。
もう置けましたね、どうにか。まあ、そっちは感じですね。中も掃除しないといけないね。あとこっちに鍵。うん。そうそうそう。こっちに。はい、これ完成と思ったんですよ、自分は。よく見たら、師匠がちょっと抜けてるよって言って、後ろのですね、下の部分、リベット止めてないんですよ、ここ。横は止めてるんですけど、こうやって。ここの壁の下の部分ですね、止められてないですね、これ。だからほら、こんなの。また動かすの大変なんで、ここでもうそのまま穴開けてリベットで打っていきます、この場所で。リベット打ち終わりました。ガバガバしないですね。続いてまた難問が出てきました。入り口のね、取っ手の部分のこの板があるじゃないですか。これがちょっとなんか濡れてるんですよね、若干。それだと師匠が雨水とか普通に入ってくれよっていうことで、ヒーラー板を見て濡れないように補強ですね。今穴開けましたね。これね、力どうなるか見たことないですね。座りました。することによってこっちが強くなって、こっちの部分が揺れにくくなりました。いいっすね。わ、だんだん強くなっていく。最高だな。鍵っすね。つけてます。確かに。はい、同じように下もやっていきます。はい、次はですね、こちらのボックスの中を下の柱と固定する作業ですね。隙間がね、まだ空いてるんですよね。見えるかな。光が差してるじゃん。ほら、こういう隙間とか隙間空いてるじゃないですか。で、こちらもちょっと隙間空いてるんですよね、こうやって。雨とか絶対入ってくると思うんで、これを防ぐためにちょっと今からコーキングを塗っていきます。で、外側はもしかしたらこれ色塗るかもしれないんで、中だけ今塗って、外は色塗った後にコーキングします。とりあえず塗ります。塗っていきますね。じゃあね、その前に中ちょっと拭きましょうね。塗っていきます。全部ね、こっちの方向、角塗ってます。外も色塗った後、最後にコーキングします。はい、じゃあ全部削ったんで、ちょっともうちょい時間あるんで、ちょっとこれ塗っていきます。こんな感じですね。鉄と木両方使えるやつですね。で、防錆効果もあるんで、これプラスシンナーで薄めながらやっていきます。やる前にね、師匠がシンナーで拭いた方がいいよって言ってたんで、シンナーで拭いていきます。シンナーで拭くことによって、ここに鉄粉、ザラザラした鉄粉が綺麗になるのかな。うん、感じだ。
はい、真っ赤に塗りました。こんな感じですね。なんか屋根とかも なんか物置く、なんか屋根的なのつけるみたいな話になってて、ちょっとまだ分かんないんですよ、どうするか。まあ、でもね、こっちとか隙間あるから、隙間あるから屋根あった方がいいのか。完全にポストだろ、これ。でも形はまた違うな。あれ、けばあ、T 今日はこれ乾くまで待って、また後日、はい、続きはやります。お疲れ様でした。はい、宅配ボックスついにも完成して、うん、あとは あの赤い箱に T、 ポストの T、 郵便局の人が分かるように、そうそうそう、分かるようにね、うん、最後やろうと思うんだけど、はい、もうね、郵便局の人来るんだけど、宅配ボックスの存在分かってなくて、毎回手渡し手渡しだよね、もやもやしてると思う、もやもやして置いていいのかどうかみたいな。そう、ということで早速じゃあ型抜き、あいつがでかいからこんなもんだな。上の線これでどうですか、これでいいですか。こっちにチョンチョンって、でこの大きさにカットすれば OK ね。綺麗にスポーって取れそうだね。取れるかな。カッターできたので取ってきますか。何だったやりたかった、やりたかった。例えばじゃあスプレーやるだけなんだけど、はい、垂れるのが怖いね。ああ、だ、遠目から、遠目から少しずつ、高さとか大丈夫ですか、ちゃんと真ん中、うん、コーキングもちゃんとしっかりやってますね、はい、ちょっとまだ固まってなかったけど、いきます、かまして、まあ、白なかったわけよ。あ、これ白じゃないの。だ、白に近いものを選んできた、うん、あ、色、うん、うん、うん、ちょ、ちょっ、いけてるよね。あ、いいんじゃん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 、いいじゃん、よろしいか。さあ、取ってくか、取る、わかるんじゃない、まあ、わかるんじゃない、なんか可愛いな、サイズが可愛いな、不安定な。ここだけ赤い塗ってないみたいに見えるな。あ、確かに地肌に見えるね。そうそうそう、入ってるよ。お、入ってる。あ、すでに最高。入ってるよ。え、書く前にもう入ってるよ。あ、すごすご、あ、じゃあ気づいた郵便局の人もいたんだ。いた。そして、入ってるの気づかない。だからな、届かんなと思ってたら、あ、おるんだ。いっちゃん待って、あ、本当だ、届いてた。あ、違う、届いてた。鼻毛買っただ。誰の人だの。俺だ。なんでこんな可愛い、またピンクのシェーバー、女子力高め、眉毛シェーバーでしたね。完全する前にもう入れてくれてる人がいたね、ありがたいっすね。よかったっすね、使ってもらってるじゃないですか。あ、いや、これがなかったら誰も受け取る人いなくて、俺鼻毛ボーボーになる可能性もあったわけだからな。早くボーボーになるところだな。から郵便局の方、ここを使ってください。よろしくお願いします。動画で言うっていう。確かに直接されて、うん、じゃあ今回はですね、郵便局さんのために宅配ボックスを作ってみたでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。すごい、本当にもう使われてた。結構大きいやつ、ね、郵便局の皆さん使ってください。黒猫、佐川、その他、カンガルー、わからん、まあ、もろもろよろしくお願いします。お願いします。宅配業者の方よろしくお願いします。ありがとうございます。